札幌市立番系小学校は、北海道札幌市中央区番系226にある公立小学校。1912年、ことに人情高等小学校付属版の沢教授場として創立する。1922年には、独立して番系人情小学校となる。その背景には、札幌の発展とともに、山花や円山の住宅化が進行したため、 押し出されるような形になった二十歳が番形へと移って、来て地域が進行したという権威があった。しかし学校用地の確保には、農民にとっての魂とも言うべき土地を手放す、必要がある。住民による会合は中数回に及んだが決着を、見ず、ついには殴り合いにまで発展し、阿賀光六太郎が用地を寄付することで、ようやく事態は収束した。1950年、 札幌市立番系小学校となる。1977年には札幌市特任学校の指定を受けた。番系小学校が独立開校した1922年当時、番系の集落は、ことに村役場から山道を8キロメートルもたどらねば、ならない壁地であり、教員を確保しても、早いものは2ヶ月で逃げ出すありさまだった。そのような中で、 6年にわたり、当地での教育に携わってきた、結城三郎が、初代校長の内示を受けたことは、村人たちにとっても、喜ばしいことであった。同年12月21日、開校式を3日後に控え、羽織袴の清掃をまとった結城は、ことに村役場にて事例と教育直後を受け取った。役場を出たのは午後2時で、日没は午後4時であるから、明るいうちに、 番形に帰り着くことは無理である。途中立ち寄った丸山の定商商店で宿泊を進められるが、勇気は恐れ多い、お直後お民家には置けないという理由で断り、町賃を借りて先を目指した。気温は氷点下7度、風速7メートルという悪条件の中、なんとか滅び、峠を越えた勇気が、峠下の久保岳で2本目のろうそくに、 喧嘩してもらったのは午後10時半頃のことであった。だが、そこから1キロメートルほど進んだあたりで力尽き、翌朝に雪の下で遺体となって発見された。去年42、教育直後はその胸に抱かれて無事だった。結城は正式に校長として着任できなかったため、1960年に開かれた開校を50年記念式典の際も校長として取り上げられなかった。 恩師の扱いに驚いた教え子たちは、結城先生復活を呼びかけ、運動は指示された。万景小学校グラウンドの東端、山の斜面とぶつかるあたりに、高さ1.5メートルの、ああ、結城先生石踏みが建てられたのは、1964年5月17日のことである。ABCDE、札幌の小学校 P80ABCDEF。 札幌の小学校 P82AB、札幌の小学校 P269、札幌の小学校ピアニッシモ八80から 81ABCDE、札幌の小学校 P81、札幌の日 P45、ありがとうございます。